水虫と更新菌断について3検討してみました。水虫を心配して来院する人たちへの対応が楽になりました。統計、データ、臨床などからいくつか推論してみました。 この報告ではズムシと足白線を区別したいと思います。研究をして陽性だと足白線と呼ぶことにします。まず統計ですが、2009年と2011年の年間推移ですが、赤は KOH プラスの足白線です。 夏に増加しています KOH マイナスの緑も夏に増加していました水虫が夏に増加するは常識ですが KOH マイナスも夏に増加していました2011年は川口市の 金子先生にも投球を取っていただきました KOH プラスの足白線は下記に増加していましたが KOH マイナスは異なった結果でしたお話を伺ってみました対象が異なっていました当クリニックではムツムシ疑いを中心に金子先生は足白線を疑いを中心に研究されていました 当クリニックでは水虫を疑って来院した場合納得していただく目的と確認のために可能な限り研究をしています陽性率は明らかに差が出ました図にしてみました金子先生は足白線疑いを中心に当クリニックでは水虫疑いも含めて研究をしていますわずかですが 水虫疑いでも陽性のことはあります。この症例は底肺が中心で痒みもありませんが、隔離傾向もありましたが、検挙は陽性でした。概要1ヶ月で警戒はしましたが、中には至りませんでした。逆に 足白線を疑っていても陰性なことはあります。この症例は第四士間で陰みもありましたが、研況は陰性でした。足白線の疑いで陽性例ですが、 2例目は痒みは止まっていませんでした一般的な抗心菌剤の評価方法ではなく治療機関に注目して統計を取ってみました抗心菌剤を使用して12週間以内に注意した例を貯蔵2週間以上経過して警戒はしているが完治に至って 至ってない人を有効として統計を取ってみました最新者には直行例はわずかですが最新してない人を調べると最新してない人を調べると無こ例は減少して 人週間で治癒するチョコレは明らかに増加していました次に抗,菌抗心菌剤の活性に注目してみました最近の抗心菌剤にはプールにスプーンいっぱいで有効と言われています デリコナゾールで具体的に計算してみました。分母を一般的なプールの水量の500トンに置き換えてみると、最も感受性の悪い株でも2ムです。プールに有効成分が中部と同じ濃度で入っているとすると、製剤には 1%, 1で入っているので 1g に 10mg500 トンの100分の1は5トンです角砂糖に例えてみることにしますプールに1個入れれば十分ですが 5トン分の角度等を積み上げると富士山の9倍以上になりますだ代表的な高賃金材を比較してみました MIC の分母を500トンにかしてあります最も感受性の悪い株に対する MIC を クザトンで比較してみると、富士山の9倍3倍ラミシールは東京タワーの4倍以下特別展望台大展望台の高さになります身長と同じ70個から80個でも十分な効果があるはずですが 表の更新剤には十分すぎる活性があることになります。それぞれの活性にはかなりの差がありますが、臨床効果の差にはあまり反映されていません。臨床効果の値に。 影響すす。るものはたくさんありますこれら以外にも試験を行った季節期間メーカーの力の入れ方なども影響していると考えられます。 抗心筋剤を概要しても改善するのは7割から9割です。これは陰性と陽性が別ではなくて重なる部分があるからではないかと考えています。抗心筋剤を概要して白癬菌が消失しても B の部分は症状が残る可能性があると B の部分が3割くらいはあると推測しています KOH+ で難治例ですが8か月間概要しても「皮疹もかゆみも残っていました」「B」と判断しました。 抗心筋剤以外の治療も試みて3ヶ月後です。死人は警戒してかゆみもなくなりました。最後に水虫の歴史を振り返ってみます。19世紀末に、 顕微鏡と媒体が揃って研究が始まり成果が出たのは20世紀になってからです現在は水虫の治療には抗心菌剤が定着しています水虫イコールアジアハと考えがちですがイコールではなかったのではないでしょうか統計・臨床抗心菌剤の活性の強さ 水虫の歴史から水虫は白癬菌以外の原因を考慮する必要性を感じています水虫を基膚に対する治療ののみの詳細は次回報告させていただく予定です ありがとうございました。